とな南の匠パリ五輪の応援招集へ。五輪はクラブに選手派遣の義務はなく、思い通りの選考ができないのがつれ。そんな中、モナコのティアゴスクールGMは、フランス紙、レキップのインタビューで、五輪の選手派遣について、招集されている選手、一体選手は許可する予定だと語った。やはり地元開催の五輪とあって、寛容な姿勢のようだが、南米選手や欧州選手権との掛け持ちは、許可しないとした。となれば、南野に招集されても、派遣が許される可能性はある。モナコ2年目の今季は、実力を発揮、同志が選ぶベスト11入り。それだけに、ネット上には、パリ五輪の上&首相は、南野で決まりでしょ。パリ五輪の上、南野拓実、伊藤純也、中村敬斗のリーグ1人を呼べば、良くないかといった声も上がっている。現状では、応援の本命ではない南野だが、クラブ事情が有力候補入りの後押しとなるかもしれない。南野選手はどちらかというと、使い方が難しい選手なので、うまくフィットするのかな。南野ゼロトップ構想でもするなら、来てください。オーバーエイジ枠なら、ユケリ規制の高い選手の方が価値があると思う。確かに、南野もなくはないんだな。今季の海外組で一番良かったし、ただ、起用するならインサイドハーフだよね。サッカーでは、オリンピックはメインイベントではないので、あまり気張らなくても、南野は怪我が少なくて、アジア杯から中0日で、リーグ戦に出てるので、何が起きるかはわかりません。常識では捉えられない人。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。